無差別格闘天道力どうかランマ、アカネさんが歌ってるというのになぜ応援せんのあなぜ応援せんのだと聞いているのだ久能立脇17歳天道あかねファンクラブ会長、この久能がいる限りあかねくんの未来は明るい。の苦悩でさえもみんなとコールやってるではないか。ようがおめえ悪いこと言わねえから40度も熱があってコンサート来るなよ。このわしに歌の依頼があるとは昔から優れた武道家は歌もうまいと言われてきたが、ま、これも当然のことじゃな。早乙女の様素敵。一枚売れると歌唱印税が 4% として消費税込みの定価が2800円だから。いいな早乙女くん、いいな。お父さん、しょうがないでしょ。早乙女の様、頑張ってくださいね。よいからんま、全ての道が武道に通じるのだ。たとえ歌一つといえどもおろそかにしてはいかん。ちっ、親父いい気になってんなよ。それでは一つ歌うとするか。録音技師の方、わしゃ一度しか歌わんからな。そのつもりで心して録音してくれ。ちょっと喉が絵柄っぽいな。おいランマ、ちょっとそこのコップを取ってくれんか。あ、俺が、ほらやって。あ、
てめえが勝手に水かぶったんだろうが。まさに悲劇。もう二人ともやめなさいよ。みっともない。てめえのことだ。まさに悲劇。どうだあの二人、ルックスといい歌唱力といい掘り出し物だろう。まあそりゃまあね、格闘スケート界の黄金ペアだし。デモテープも聞きましたけどな。またこの前の無差別格闘のおっさんみたいになんなきゃいいですけどね。おいおい、あんな町内の変態パンダとは格が違うだろう。なんて言ったってレコード会社10社で取り合って CX の強力なコネでうちに決まったんだぜ。
それじゃあお願いします。あ、声が渋いですね。期待できますよ、こりゃ。はい、OK 出して。地平線を駆け抜けていこう。光に覆われた世界。あー、このマイクかわいい。プラレス、プラレス。今録音してるんだ。すいません、失礼しました。すいません。彼女は可愛いものを集めるのが趣味なんですけど。可愛いものを見つけた。その場で名前つけて持ち帰ってしまうんです。ええ加減しないか、この男の女。開けますからね。お友達もたくさんいるから寂しくないわよ。あのね、シルビアちゃんでしょ、アントワネットにジョセフィーヌ、それからフランソワーズに、そうそう、新しくね、ジョニーにも会えたのよ。かわいくね、色気がね。してるのも今のうちだぜ。今日こそこの勝負に決着つける。風に震えるフェンス飛び越えて、お前と向き合う夕日の秋地。一歩近づくたびに離れるような。
じゃないの？技能変態賞とは我が妹ながら素晴らしい。妹って変ね。技能変態賞だからな。無差別格闘流マル秘奥義一人デュエットお楽しみください。チャイナタウンの片隅であなたの姿探しまた集めて並んで歩いた思い出に誘われ旅に出て今さっちぶつかる人混みをかき分けてどうぞ私の手を取って迷子の心そのままに涙が頬を伝うからあなたのいない寂しさを噛みしめ旅を続けます。ラブレターフォンチャイナラブレターフォンチャイナどうもありがとうございました。ヨガてめえ今の熱いぞ。気を取り直して2番行きます。チャイナタウンをさまよえばあなたの聞こえます名前を呼んでざわめきに消されて飛んでいますくだまったくもう一度どうぞ赤の名前よ抱きしめて最後の心目あちでしばらくだわ旅を続けますラブレターロマンチャイナラブレターロマンチャイナあれこんなに濡れちゃってお掃除大変ね。
やいクソ親父、こんなブリブリのアイドルみてえな歌この俺が歌えるわけねえだろ。めめしいぞランマ、せっかくお前を気に入ってわざわざ作ってくださった楽曲、男らしく素直に歌わんか。てめえ言ってることに無理がねえか。第一俺は親父の尻の声は嫌だからな。ちょっと歌うの歌わないの。あ、こりゃすいません、今殴ってでも歌わせますんで。かな、殴ってから言うな、殴ってから。よいからんま。あ、レコード会社の方はお前がちゃんと歌いさえすればわしの無差別格闘一直線ももう一度録音してくださるというのだ。あんなレコードが出ては早乙女流松代までの恥、父のためではない無差別格闘早乙女流のために歌うのだ。歌ってあげればいいじゃない、歌ぐらい。あ、ランマ下手くそなんだ。そっか、お前らな、こうなったらそこいらの男が鼻血部門で歌ってやら。ランマちゃん行きます。笑顔を見てると。
ねえ、色気がねえ、凶暴、武器を積んでは目抜け。はい、みんな手拍子、ケーキよ。あんなレコードが出ては早乙女流松田までの恥。こんなブリブリのアイドルみてえな歌歌えるわけねえだろ。久能立脇17歳天童茜ファンクラブ会長。早乙女くんいいな。技能変態ショー感激でございます。これだけのためにオラを呼んだのか。歌に関しては婿殿とてシャンプーの敵ではない。あかねちゃんとランバダ踊っての。うちの天道登場イソロランマ最修行の受選挙。まさに悲劇水をかぶると。聞きいただいてどうだったね。お客さん幸せね。このアルバム大変豪華でお買い得よ。心洗われるような素晴らしい曲ばかりだったでしょ。あ、お客さん何するね。最後まで聞かないとダメよ。もしかしてお客さん怒ってるか。確かにまともな曲ほとんどなかったけど、私のせいないよ。私金返せ言われてて、私知らないよ。一人デュエットお楽しみいただけましたか。はい。企画書には俺の歌もあったはずだ。トーフ先生はどうしたのかしら。一直線リボンの私たちとどっちかわいいね。出番がなかったの。要するに楽屋落ちってやつよね。私の歌が唯一まとも。アルバムのもテレビのもどちらも捨てがたい。それじゃあお願いします。虹の地。わあ、このマイクもかわいい。シュリシュリシュリウィーウィーピーちゃん。うちの天道登場イソロランマ最修行の受選挙。まさに悲劇水をかぶると。女になっちゃうふざけた体質赤目のいい名付け。歯磨けよ。茜のいい名付け。何言ってんの、バカじゃないの。茜のいい名付け。あら、